どうもピンクじゃないシンガーピンクシンガーどっちです。22歳ゾロメンです。あ、ここピンクあった。ピンク発見、早速ピンク発見。はい、ということで緊急で動画回してもらいます。緊急で動画撮ってまして、緊急で動画回してもらいます。ここはどこだと、急にどうしたと、ピンクじゃないしどこにいるんだと。はい、お新宿お新宿お新宿の中の、しかも歌舞伎町です。ちょっとあの入り口としてはね、怖いねイメージがあると思いますが、僕はね最初上京した時、家もねお金も人脈も何もなかったっけ。お、ローソンやばい、生活しないとって思って、まずはあのここ歌舞伎町に来ました。2000年前の話ですね。それがそれでもう3、4ヶ月ぐらいで辞めて、今こうやって普通に路上しております。ここ渡れる？渡れるわ。おっせっせー、懐かしすぎてさ、ちょっと一応忘れちゃいましたね。落ち着いたらお茶目。あ、こんにちは、どうもどうもどうも。なぜここにいるかと、まあ普通にね、普通にデート感覚ではないでしょと、なんで今日は遊びに来たのかと。はい、やばいな、ヨーダみたいな。最悪、セットしたのに。ふざけるな。前置き長いよと、何しに来たかと。はい、ピンクシンガートッシー、路上ライブの男が一日ホストしてると、バチバチ楽しみすぎてさ、もうヤバすぎて、まだ2時間前に来ております。気合入りすぎやないかとね、冷静に考えると怖いもん。今ちょっと明るいけんまだいいけど、夜とかね怖いよ本当に。キャッチとかの人がブワーってめっちゃおるけど、偉いだろ、軍隊ですかみたいな。ね、当時は生活に必死やったけど、ちょうどあの新宿の東南口のとこの建物に椅子座れるとこがあるんけど、そこで暮らしてましたね。ということで、まあ1、2時間待ちたいなと思います。まあ1、2時間あっという間なんで、まあもうすぐ来るでしょう。時期、時間は来るでしょう。ということで、時飛ばしましょうか。せーの、時飛ばキャピン。恥ずかしい、恥ずかしい。来るって言ってなかなか来ませんね。なんか面接だけど、なんかここで待っといてくださいっていう感じだったんで、ちょっとそわそわしながら待っております。来ないですね。見失っとった。危ねえ。うわ、しわめよ、これすまん。あ、終わりました。仕事って大変だなって思いました。なんか普段ね話すっていうのはさ意識したことなかったけどさ、いざこう意識して話すとかっていうのがね、普段がね意識してないわけじゃないんだけど、なんかより意識してなんかこう変でしたね。なんか振り返りました。最初の上京した時に戻ったって感じですね。お、スクランブル交差点違うわ。ここスクランブル交差点違うな。ここ違かった。人多すぎてスクランブル交差点かと思った。びっくりした。このような感じで終わりたいと思います。めっちゃ楽しかったな。なんか体験をするっていうのも大事だと思うんで、体験って言ってももう1回したんやけどね、体験 YouTuber にもなろうかなと思いました。今日皆さん一日あ、危ない一日ありがとうございました。人が多いからな、ちょっと遠くで。危ない。ありがとうございました。危ない。おいっすー。皆さん今日もご視聴いただきありがとうございます。最後に、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。明日も皆さんにとって